鈴木夫妻は、日本の陸上競技選手。専門は長距離走、ベルリンオリンピック男子長距離日本代表。身長162センチメートル。体重54キログラム。栃木県出身。日本大学在学時の1935年から6年、連続5区の走者として、箱根駅伝に出場。2年次から3年連続区間賞を獲得するなど、活躍し、 第16回大会からの日本大学4連覇、第21回大会を含めて5度の総合優勝に貢献した。同時期の箱根駅伝において活躍した選手に、孫社、公平、中村清志らがいる。1935年3月31日、東京、神宮周辺にて開催されたマラソン大会において、孫規定に次ぐ2位となり、 当時の世界最高記録を上回る2時間27分49秒の記録を残したとされる。しかし、実際にこのマラソン大会が開催されたのは3月21日で、このコースは日本陸上競技連盟による正式計測を受けていない非公認コースであった。それゆえ、日本陸上競技連盟の道路日本記録にもなっていない。この記録が後に、 3月31日の公認世界記録とされたことには、スポーツライターの武田薫も疑問を呈している。4月3日、オリンピック候補対抗のマラソンに出場し2時間33分05秒を記録し、世界最高記録を受立した、市中安尾に次ぐ2位に入った。3位は孫であった。その後、1936年ベルリンオリンピックのマラソンの日本代表となる。 この時、先行レースの記録が低調だったことから、代表候補が出場枠の3人に絞り込まれず、鈴木のほか孫季帝、南のボルリュー、朱枠玉緒の4人を候補に選び、ベルリンの現地で直前予選を行って、代表を決めることになった。マラソン代表は、本番から1ヶ月以上前の6月17日に、ベルリン入りして、トレーニングに入ったが、鈴木は、 その一週間後に高熱を発して10日ほど入院し、それで体調をすっかり崩してしまう。7月22日の現地予選では途中危険に終わり、マラソン代表の線から漏れて急遽1万メートルに回ることになった。マラソンコーチを務めた佐藤秀三郎によると、鈴木は食事や気候の変化に弱く、育ちの良さと真面目さが目立ちすぎたという。 1>, 1万メートルに孫者と共にエントリーしたが、記録は残っていない。大日本体育協会によるベルリン五輪の公式報告書の1万メートル競争の項目には、マラソンの出場に漏れた鈴木は不純なトラック競技によく検討したと言えようと記されている。日本陸上競技連盟70年史によると、栃木陸上競技協会のオリンピック代表選手としてその名が残されている。 後陸軍に招集され、陸軍五町に進む。終戦間近の1945年6月3日、フィリピンルソン島にて戦死。31歳を撃つ。ありがとうございます。